ホーユークラシエホールディングスクラシエホールディングス株式会社は東京都港区に本社を置き参加にて日用品、医薬品、食品などの事業を行う持ち株会社である2007年7月1日に金棒取りに来いホールディングスより社名変更した現在はホーユーを参加に持つホーユーホールディングスの完全公会社となったため 中間持ち株会社となっている。緑会の会員企業であり、3話グループに属している。多額の債務超過で、経営危機に陥った、旧金棒株式会社の事業のうち、日用品、医薬品、食品事業を継承した会社である。2006年5月1日に、金棒から営業を譲り受けし、金棒トリニティホールディングスを、統括会社とする新金棒グループとして、 スタートを切った。この時の営業譲渡に反発した、旧金棒の株主500名以上が集団で、反対株主の株式買取請求権を行使して、東京地方裁判所に申し立てを行い、これを受けた東京地裁は2008年、金棒側が提示した価格である162円の倍以上の360円を決定した事件は著名、その後頻発する、 同種事件の先駆けとなった。なお、旧金棒と金棒トリニティホールディングスには、資本関係はなく、完全に独立した別会社である。また、旧金棒の主力事業であった、化粧品事業については、花王子会社となった金棒化粧品に譲渡され、金棒の商標権も同社に譲渡されている。2007年7月1日、 カネボウの事業を承継していたカネボウトリニティホールディングス株式会社がクラシエホールディングス株式会社に称号を変更した。同時にカネボウホームプロダクツ、カネボウフーズ、カネボウ製薬、カネボウ薬品の各社がクラシエホームプロダクツ、クラシエフーズ、クラシエ製薬、クラシエ薬品へそれぞれ称号を変更した。またサウンドロゴも導入された。 当初は、カネボは、クラシエと表記されていたが、カネボウの商標使用期限が切れた2008年2月から、クラシエのみの表記に、コーポレートスローガンが導入された2008年10月からは、大切なこと。クラシエの表記に、コーポレートスローガンが改定された2020年1月からは、夢中になれる明日。クラシエの表記となっている。 また、2008年10月のコーポレートスローガン導入に伴うサウンドロゴの変更に伴い、当初は導入されていなかったクラシエフーズの CM にもサウンドロゴが導入された。なお、旧カネボ株式会社は2007年6月30日をもって解散した。以後は、海岸ベルマネジメント株式会社に社名変更して生産業務だけを行っていたが、 2008年11月11日付でトリニティインベストメントに合併されカネボの法人格は完全に消滅した。2009年9月18日、非常上企業で専門材の国内最大手メーカーであるホーユーが暮らしへの株式を保有するファンド3社から暮らしへの株式の60%を約100億円で取得し、暮らしへホールディングスを買収することで合意に達し、 9月30日に株式60%のほか、有利子負債約150億円を取得して、クラシエグループを参加に収めた。また、ホ有は残り40%の株式も2012年3月30日に取得し、クラシエホールディングスを100%完全子会社化した。2018年8月31日にホ有が保有していた全株式を 2014年5月1日に、ホーユーの親会社として設立された、ホーユーホールディングスへ移管されて、同社の100%子会社となり、ホーユーとは、兄弟会社の関係となった。現在の称号及び、コーポレート商標である、クラシエは、四季の変化や日々の生活の中で、当社グループ製品を通じてお客様の心を晴れに、する。そんな健やかで、快適な、楽しい、 暮らしへという願いを込めて命名されたものである。ここでは、金棒時代も合わせて記述する。現在過去、ありがとうございます。